MLB、ML 筒賀義里氏、2試合連続マルチ的時打の活躍、移籍後は打率30、309&19 打点と絶好調、パイレーツ、54、レズ、日本時間16日、ピッツバーグ、パイレーツの筒賀義里氏外野手が15日、日本時間16日、本拠地でのレズ戦に、2番右翼でスタメン出場、2試合連続のマルチ的時打を放ち、 三打数にあんだ二打点の活躍を見せた。試合はパイレーツがサヨナラ勝ちで五死で勝利した。筒田のバットが止まらない。初回の第一打席は4球で出塁すると、2点を追う3回一死二塁で迎えた第二打席では一時、逆転の口火となる左中間へのタイムリー三塁だ。さらに1点リードの4回二死三塁で迎えた第三打席では中前タイムリーを放ち、 二試合連続のマルチ的時打を記録した。第四打席は3とに倒れたが、この日は3打数に安打2打点の大活躍。これで移籍後は打率309、68打数21安打7本塁打19打点と、好調をキープしている。また、8番、中堅でスタメン出場した秋山は、第三打席で右前打を放ち、8月15日、同16日のフィリーズ戦以来、 1>, 1ヶ月ぶりのアンダーをマークした。